どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、明日開催、ミニキャラシリーズガチャ、引くべっかについて話していこうと思います。はい。引けなくていいです。引けなくていいです。はい。引かなくていいじゃない。引けなくていいです。はい。まあね、ワンピース、明日で終わりますからね。早くガチャ引いてください。あれ、明日だっけ？明後日だっけ？いや、明日だったはず。もうね、すぐ終わっちゃいます、ワンピースガチャ。で、しかもですね、今、ワンピースガチャも本当に環境最強ですよね。もうこんなんね、欲しいキャラ取り残したら絶対後悔します。必ずワンピースフィルムレッドガチャをね、欲しいキャラ出るまでは引いておきましょう。で、まあ、一応ね、ミニキャラシリーズに関してマジレスしておくと、引く必要性がもうほぼゼロに近い。使えるキャラがいないわけではないんだけど、はっきり言って使えるキャラ少なすぎるし、別に取りに行くほどでもないかなって感じ。たまにね、使えるキャラがいるにはいるんですけど、もうほぼほぼ使わないんで、全スルーでも問題ないかなと思います。まあ、ただ、何点かね、強いキャラもいるんで、まあ、それは紹介しますが、とりあえず、ミニキャラシリーズガチャをね、引こうか迷ってる人は、絶対に引かなくていい。絶対にスルーで OK です。絶対スルーしてください。はい。っていう感じになっております。まあ、今日はその上でね、実際に話していこうと思います。はい。ということで、まずはですね、こちら、ミニキャラシリーズの新キャラだけ、サクッとおさらいしていきましょう。まずはミニ氷の魔剣士です。はい。まあ、魔剣士がね、10周年でパワーアップされるわけなんですが、それと同時にですね、ミニ氷の魔剣士も追加されます。スキブプラス封印、指2つ、7強も3つで、小学生スキブ倍の7強ですね。まあ、全く強くはないかな。で、スキルはダメージ半減に水回復努力が5ターン。リーダースキルはダンジョン潜入時入れた時、ランケーケチ 1.6 倍の水の攻撃力が15倍って感じになってます。まあ別に使わないし、ゲットする必要性もないかなって感じで、まああくまで一応追加された新キャラですよぐらいの感じ。で、ミニエンシェントドラゴンナイトセロですね。こちらは7強6個持ちキャラなんですが、引く必要はないのでスルーで OK。スキルは2ターン自分とドラゴンタイプの攻撃力が3倍に2ターン値を持ってます。リーダースキルはドラゴンの全パラ3倍、9コンボ7倍固定1ダメージです。で、ミニカーバンクルズ。これだけちょっと強くて、まあ、まずスキブあって、超悪性スキブあって、回復エルジ持ってるので、スキブ7個にできます、このキャラ。そう、スキブ7個にできる上に、スキルは2ターンスキルで、リーダースキル、ダンジョン潜入時入れた時、卵ドロップ率が少し上昇するんですね。で、このドロップ率がベルアーとかベルアキティと一緒だとしたら、これ普通にスキブ7の2ターンスキルで、ドロ強上がる、ドロップ上がるんで、かなり強いキャラになります。なので、まあ、これもゲットできれば、まあ、強いのは強いんですが、まあ、そもそもベラーと一緒じゃない可能性もあるし、まあ、一緒だとしてもね、別に、まあ、なくてもいい。もちろん、あったら強いけど、引きに行くほどではない。と、あれば強いんだけどね。はっきり言って、じゃあ、これが強いからって引きに行くのは、マジで無駄でもったいないので、もう全スルーでいいのかなと思います。はい。関係ないけど、このミニカーバンクルスなんかめっちゃ、花に見えるんですよね、花に。どう見てもキャラなんですけど、これ。なんか花に見えるんだよね。わかる？わかんないかな？なんか目を細めてみたら花に見えない。カラフルな花に見えますね。はい。さあ続きましてミニホノリンです。スキブ封印指7強3つ持ちです。スキルは1ターン指攻撃2倍が3ターン。リーダースキル入手コイン3倍攻撃力15倍がって感じになってます。これも別に取る必要はないかな、正直。そんな強いわけじゃないから。課金キャラは、まあ、カーバンクルが欲しかったら引いてもいいけど、まあ、基本的に金持ち以外全スルーでいいです。はっきり言って引く必要はないかなって感じです。まあ、そもそもキャラもね、パズバットからの引用でね、手抜きのキャラになってるので、まあ、なおさら無理に引きに行く必要もない性能になったのかなと思います。はい。という感じがミニキャラの新キャラ情報。で、どちらかといえば注目しておいてほしいのは無課金キャラの方で、まず黒メダル1枚で交換できるミニコカトリス、スキブさんに15ターン変身のキャラです。はい。変身後はバインド封印指回復努力を十字3つで、スキルは1ターン強化ドロップが 100% 落ちてくるが3ターン、回復力指 1.5 倍が3ターンで出てます。まあ、一応ね、回復指 1.5 倍が3ターンで出るところだけは強いかなって感じ。他は別に普通で、リーダースキルはチームセラリティが26以下の場合、全パラが2倍、水回復同時でダメージを半減、攻撃力が9倍に小文化さん持ってます。はい。リーダースキルの縛りこそありますが、全パラ2倍半減あって軽く回せるようになってるので、ちょっとは使えるかなって感じ。まあ別に交換するほどではないんですけどね、ちょっとは使える性能になってます。はい。で、一番なんなら強いのはこのダンジョンでドロップするミニティフォンなんですね。これがなんなら一番強くて、バインドスキブ指4色攻撃3つ持ちで軽く回せますし、聴覚生に関してはね、4色ガドブレスキブ持ってます。4色打つ持ちにもスキブ打つのができて、スキルは6解除、5食人に1ターンヘイスト。リーダースキルはチームのソウレアリティが26以下の場合、
攻撃力が5倍、4色通してダメージを激減、攻撃力が5倍です。はい。なので、まあ、一応火力25番に激減もあるので、まあ、レアリティ縛りこそめんどくさいですが、それさえ乗り越えれば結構強いんじゃないかなと思う。リーダーティフォンフレンドカイドウとかにしたら結構サブの幅も広がって、カイドウとは違う使い方ができるんじゃないかなと思います。はい、これがミニティフォンですね。なんならミニティフォンが一番強いんじゃない？ミニキャラシリーズは開催記念でガチャが1回ね、もらえますので、まあそれで欲しいキャラ引いてもらうのが一番いいのかなと思います。あれ？あ、そうね、1回もらえるからね。まあなのでミニキャラシリーズと同じ的中確率、同じラインナップっていうか、そもそもミニキャラシリーズ全キャラ確率一緒なんでね。そう。普通に頑張ってね、この無料分で欲しいキャラ引くのが一番いいのかなと思います。はい。まあまあなかなか引くの厳しいんでね、あくまでスルーでいいのかなと思います。一応強いキャラ何体かいるって話をしたんですけど、ちょっと見ていきましょうか。まあそもそもね、ミニキャラシリーズ何体か解雇されてるキャラもいて、全部が全部復刻ではないです。あくまで30体に調整されてるのかな。そう、だから全部は復刻してません。まあ、一応ね、例えばミニリューネとかでいくと、ちょっと待ってね。ミニリューネは確かスキブがね、結構多くて、ね、超覚醒バインド10強超つなげし持ってますと、まあ、一応スキル6持ちのねリューネとかミニシルビーとかですかね。でもスキブ6持ってるだけやね。オーディンとかは3ターンダメージ無効貫通になったからかなり強くなったと思う。ただまあこのオーディンとかも強化されてるんで、別に本家オーディンで代用が効くので、わざわざあんまり火のねミニオーディンを取りに行く必要ないかなって感じ。効くけどね、他のキャラで。まあ、ただ一応強化されてるよって感じですかね。ほんと全体的に別に強いわけじゃないの。ただこのバルキリリオスとかやっぱりかなり強いからね、こういうキャラだけは唯一使えたんだけど、今となってはさ、もうデートのパーティーでバルキリリオス見る機会はもうほぼないじゃんね。ほぼなくなったし、昔はちょっと使えたんだけど、今となってはもう全くと言っていいほど見なくなったから、なおさら無理に取る必要ないかな。あと読みとかは一応軽く出せたけど、まあ、だからといっても今の環境で使うことはほぼないと思うから、そう、やっぱり結局ね、ミニキャラシリーズ昔のキャラなんで、大して強化が入ってない状況で復刻した時点で、もう使える可能性っていうのはかなり低いのね。で、案の定今回ほとんど強化も入ってないから、もうマジで取りに行く必要性はほとんどないかなって感じ。しかも何がさ、このシリーズ悪いってさ、ワンピースかぶってるからさ、運営は手抜きなんだよね。別にワンピースがメインだから、今ミニキャラなんて誰も引かないじゃんね。誰も引かないコラボのために手加えても無駄だから、運営的にもやっぱり気合はあんまり入ってないので、なおさらマジで無理に引く必要ないんじゃないかなと思います。果たして来週何かしらコラボ来るんですかね。コラボっていうかイベント来るんですかね。まあ、今週のミニキャラシリーズでわかると思うんだけど、ワンピースの効果でもう燃え尽き称号くんで課金する人も結構少ないと思うから、なおさらちょっと厳しいところあるとは思うのかなと思います。ということで今回はミニキャラシリーズ引き別会について話す動画でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。